よく生きるために考える人生会議というものがあります。今回、西東京市の在宅訪問に関わる方たちにお話を伺いました。もしもの時にどういう医療を受けたいとか、どういうケアを受けたいということをあらかじめ家族だったり周囲の人に共有していくのが人生会議。西東京だと私の人生ノートがあるので、こういうふうに生きていけたらいいなっていうことが支えてくれてる地域の人たちと共有できるといいのかな。在宅で過ごす以上、その方の生活を大事にすることが最も大切なので、生活を支えながら人生を支えるっていうところが訪問看護師の役割だと思います。なんか夢持たないとね、そうね、生きてられないもんね。人生会議はご自分の望み通りに最後まで過ごせる、周りに知ってもらうっていう大切な場だと思ってます。ご自分の思いをご家族にきちんと伝えられることっていうのが一番大事。在宅に戻ってきてよかったとは思ってます。たくさんの方にこうやって助けていただいて、ここまで来れたって嬉しいことですし、いろんな人にたくさんのご刺激をもらってやっとここまで来れたって感じ。その人の望むものを本当にいくつもある中から選択肢として選べるのがいいなと思いますね。理想的なのかもしれない。今どういうふうに考えていますか、これから先どういうふうに過ごしていきたいと思いますかっていうことを、人生ノートのもとに時間をかけて、将来のことはわからないけど、そういう話し合いを持つということはいいことで、生き方が変わってくるってことなわけなんですよ。終わるためではなく、生き切るための人生会議。大切な人と一緒に自分の生き方を見つめてみてください。